収益には関係ないから再生数だからうん一本でも自分で上げてみたらうんそうだな その分家に嫌がらせが増すぞ。それはそれで俺の YouTube のネタになるじゃん。それはもう、いただきですよ。入ってよ、ほんとよ、つって。そこはそこで、うん。俺にとっては、別に都合の悪いことではないから。うん。 ただみんなのコメントが読めなくなるのはうーんちょっと寂しいけどね。うん、俺はほらずーっとさ18年こうやってコメントと向き合ってやってきてるから、うん、これがなくなってじゃあいやよ今日のテーマはねこうであげて。 こうやれって、ずっと自分がこう、出す、笑いそれでいいのかなとか、やっぱ考える方が、両方やればっていうのもあるけどね。うーん。いや、俺、サポーターもいるから、ちゃんまんがもし、あの、YouTube 本気でやる気あるんだったら、俺、 手伝うよっていう人もいるのよ。リスナーの中に。うん。いるよ、それはもちろん。いいよって。いねえわけねえじゃん。 ただ、俺がやる気がねえから、いいよ、今は、って言ってるから、みんな言ってこねえだけで、よし、やるかな、ってなった時には、ああ、じゃあ、ちゃんまーって。ああ、かがさんは全然関係ないんで。うん。まあ、カガさんも俺の動画を上げることはしなくなると思う。 100万再生 ?100 万はいかないと思うけど。まあ。1万再生ぐらいいくんじゃねえのだってそれ以外もう俺を見るところがなくなるんだから。うん。 ドンクだなって、ボンボムドンクせえなってことだろうん。そうなんだよ。意外と俺ドンクなんだよ。数百そうかなぁ。数百かなぁ。俺の。だってもう、一切このライブはやらないんだよ。俺と、俺が何をやってるかとか、何を発信してるかは、もう、 つべでしか見れないってなるんだよ。それでそうなるかなだってよ。今日なんかみんなだってよ。普通に遊びに行ってるような日にを500人以上見てんだで。なあ。ツイキャスのサポーターだけで3万人。あ、そんないいのこれ。 うーんなるほどねそんないるんだ3万って多いのか少ねえのかもうわかんねえよ俺はうんサポーターが 13万再生香川が上げてたチャンマンの YouTube 動画。おら、すごいで。なあ。やっぱ佐野、佐野まだネタになるんだな。うあんあ。あ,あ。 チャンネルサノチャンネルの1本目の動画13万だったわ。あ、ほんとにそうか。違うよ。その金額の問題じゃないんだよ。俺が言ってんのは。うん。 ああ、俺音楽流さないから、だから。ツイステッドうん。まあ、あのー、例えば、キャッスやっても、もう流さなくなったじゃん。みんながね、あの、曲流せ、流せって言うってことは、流さない方がいいって俺は捉えてるから。あ,あいいよ、松田。いいよお前、おめおめえはもう、 完璧な俺のアンチなんだから、アンチ込めてやめますとか言うなよ、うん。そうそう。だから音楽流せとかなんだとか、あの、なんかそういうところで引っ掛けみたいなのが来たら、俺は逆打ちで行ってるから、乗らないよ。うん。 酒場から走しもう酒場なんかなくなるから大丈夫だよ、ハゲちゃんマうん。コラボ依頼が殺到するよ。そうかなぁ。F1 のは好きだ。ででででででで。ああ。音楽な。あ,あ でもさなんだろうなまあ俺は映像があるからまだあれなんだろうけどラジオ的な感覚で聞いてくれてる人も多々いると思うんだよねうん何かリスナーが何を求めてるのかをいまいち俺は把握してないんだよ もうちゃんまんは別に、あの、垂れ流しでいいんじゃねえのみたいな人もいるだろうし、いや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 、やっぱ映像ねえとダメだよ、みたいな人もいるし、そうなんだよ、そこなんだよ。いや、安眠効果あるんだよ俺の声でよ、寝れるかおい。10分とかじゃつまんねえな。ああ、 YouTube でああ。まあ、俺の声はね、そんなにね、例えばね、俺、結構俺、ラジオマニアだから、ラジオでいろんな人の、ラジオ聞くんだけど、やっぱ、うまいな。うん。ラジオの人はうまい。うん。俺、聞きながら寝るんだよ、毎回。 ラジオね昔閲覧1280だった。まあまあそういう時もあるけどさ。そう十何年もやってて分かってねえんだよ俺。全く俺ねえ。だからダメなんだよ。うん。うん。だからその。 三万の放送を聞きながら、どうのこうのっていう人も、言う人もいたし、でも、まあ、変な時間に始めんじゃねえよって寝れねえじゃねえか、みたいな怒られることもあったし <laughs>、すいません、みたいな。今からかよ、みたいな。夜中のな、2時とか3時とか始めるとよ、 ああいや、ともねえが、うなは寝ないよって言ってた。まあ、基本的にはあんま寝ないんだけど、いや、最近寝るようになったんだよ、俺。うん。いや、俺大体リスナーに怒られてばっかなんだよ。うん。始まったよ、この時間からよって。おいおい、こっからかよって、こっから何やんだよ、みたいな。 いや、何やるってわけでもないんだろうけど、大した話はしないんだろうけど、俺はね。いそうなんだよ。そんなに囲いはいないんだよん。寝ないのはバッグの中も朝のためだよ。人のバッグの中なんか朝らねえよ、俺は。<laughs>。 いい加減しろ、お前。泥棒じゃねえか。<laughs> うん。っていうか、この家に二人しかもしいなかったら、俺しか取ったらいねえじゃねえかよ。バレバレじゃねえか。うん。パンツは脱いだまま置いてったんだよ。死なねえよ。パクらねえわ。腹の手口って死なないよ。うん。いい加減なさのだからよ、俺よ。 思ったの今ねツイステッドが言ってるけど俺はねいい加減じゃないとやっぱダメなんだなって思っていやよ構想切るじゃんで一人でさ1時間とか考えたりする時あんのよどうするかな 昔はもうめちゃくちゃだったからな。うん。いや、松田いいよ、全然。うん。だって松田は結構、年願の演じ、いるんだから。だけど、別に、そんな、仲良しになんなくていいんだで。あの、地味アンチでいいから。うん。